うちを呼んだってことはそういうことやろ何がっていけずやなうちの取材に協力してくれるために呼んだんちゃううちってほらか弱い女の子やんせやから取材活動の時も守ってもらわなあかんのよということで同行ううよろしく頼むわ うちの手料理が食べたいやめといた方がええと思うけどなうちって箱入り娘やから料理なんてあんまりしたことないんよま箱入り娘ってのは嘘やけど色仕掛けは女の武器やこの言葉も格好も全ては取材の時に情報を聞き出しやすくするためなんよ半分は 旅をするのは大歓迎やいろんなところにいろんな真実があるからな世界ってそういうもんやろ悪いけどうちは少しも後悔なんてしてへんだってうちの言ったことは真実やそれが罪や言うんなら罪人でもかなへん串刺しにされても本当のこと叫び続けたる 成長したみたいやなこれ以上成長するなんてびっくりやな強くなる言うんなら強くなっとこか人間限界なんてないねんこれがいい例やな自分の伸びしろにびっくりやもっともっと役に立てるでこの力で無理やりにでも情報をなんてなあんたとおると いろんなものを見られるやんうちにとってはそれが楽しゅうて仕方ないんやあんたとも長い付き合いやなでもこっからが本ちゃんやでよろしゅうなええー、よほないこいかうちを選ぶなんてお目が高いなおかいらしいやんかおおきにこれほんまにつけなあかん 料理はあんまり得意やないさかい期待しんといてな行くで楽に終わらせたら。ほな頑張ってこ行くでそーれほいなやっああてあかんてあーあー勘弁してよみんな 許してな覚悟はできてはる裂かれるんやな十字列しびれろ一つないし蛇のようにはい蛇のように襲え <laughs> いでよ こんんなもんやろうわ、楽らくらくのショーやうちの活躍見てくれはったえらい疲れたわお風呂入りたいギリギリやったさすがにあかん思ったわこんなんブブ漬け前やこのくらいちょちょいのちょいやこれで締めや 決まっていこか決対なんか来るで気をつけなあかん